小沼卓君はい、えー、立憲民主党の小沼卓です今日はどうもありがとうございますまずですね松浦参考人にお伺いしたいと思います私実は、えー、と開示振興連盟に所属している国会議員の一人でございましてはいそういったことも踏まえながらですね今日の意見も興味深く聞かせていただきました、えー、本件調査会議事録に国会における議事録に残って構成に残されるということもありますのでお意見の内容少し。 詳しく伺って、記事録に残すということは意義があることだろうなと思いますので、いくつか伺ってまいりたいと思います。一つお伺いしたいのは、要望事項の4つ目にございました、海の日でございます。 この点あの8、7月20日に固定化するということについて、ご要望、強く伺っているところでございますが、その意義について、もう少し詳しく、この際、ご研究いただければ幸いであります。実際、昭和16年の海の記念日から始まり、振り返れば明治9年のこともあれば、あるいは平成8年の国連の海洋法条約。 平成19年の海洋基本法などなど、さまざまな意義があるということも伺っておりますし、さらに言えば、今後の夏休み等々の関係も踏まえると、意義が20日に固定化するということの意義がどのようにあると考えておられるのかということについて、より詳しくですねこの際、ご意見を述べていただけますと幸いです松浦参考人。小野先生どううもあありがととございます、えー、とすえっでねあの 海の日ということで、ですね異議がということでございますけれども、そもそもですね、海の日ということでありますと、その、海の記念日ということでですね、まずは海の記念日というものが制定をされて、その後に海の日という形で祝日化をされたというふうな経緯がございます。このですね、海の記念日の制定にあたり,あたりましてはですね、明治天皇がですね、 東北や北海道を巡航された後にですに、ね、明治丸で横浜港にご安着をされたこの7月20日を記念日ということで制定をされた日にちでございます。その海,の海の日を設立にあたって、その意義をしっかりと考えた上で7月20日が制定をされております。それ以降にです、ね、この祝日法の関係で,です、ね、このハッピーマンデーと。 ということで,です、ね、まあ、観光協会も含めてです、ね、この日にちがその第3の月曜日という形で、日にちが固定をされなくなったということがございます。この20日に固定をすることによって、これを起点にです、ね、しっかりと海の日が何たるかということを、国民の皆さんにしっかりとです、ね、考える日,に日ということで設定をしていただいて、 そこからどういう事業、それからそのてんですかね、それぞれの地域によって、その海の恩恵を感謝するというところを、しっかりとこう小さい頃から意識をしていただいて、海が日本国民に何をもたらしているのかということを、再度考える日にちと。 という意味では、一定の7月20日というところに固定をすることが一番いいのではないかということで、私ども、しっかりとです、ね、それをです、ね、主張させてきていただいておりますんで、これについてはぜひ、ね、ともです、ね、先生方のご理解をいただいてです、ね、その海の日ということの固定をする意義をです、ね、先生方にも考えていただければというふうに考えておりますありがとうございます。 小沼拓実君はい、ありがとうございますまさにですね、我が国国連加盟193個国の中でいち早く海の日国民の祝日とした唯一の国でありますのでそういったご意見大事なことだろうなと思って今回国会の議事録として残ることというのは非常に意義があることだろうなと思っておりますありがとうございます続けて松浦参考人にもう一つだけお伺いしてまいりたいのが、ね、今回は人材育成ということのカラー案件でございますので、えー、要望事項の一つ目に にございました専院養成教育機関の拡充という点についてお伺いしたいと思います附帯決議についてご言及なさっていただきましたがさっすりにあの平成27年の 第189回国会確保法48号の、えー、独法独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関連法案の整備に関する法律ということに関する付帯決議のことを研究なさっていたのではないかと思いますその前提で、えー、まさに、えー、日本人繊維の増加に資する体制の強化や支援措置の充実など万全の措置を講ずることということの付帯決議の文言は衆議院及び参議院それぞれの二重の 決議案でで盛り込ままれていいるところでございます他方で人材不足が大変になっているという状況を考えみると、果たしてこれまでの政府の取り組みというものは、この付帯決議の趣旨に沿って、適切に守られていると言えるものなのかどうなのか、この点について、えー、参考人のご意見として、どのように感じておられるのか、ここについてお聞かせいただけますでしょうか。松浦参考人 ありがとうございます,、えーっとですね、今の先生、小沼先生からの話で,です、ね、付帯決議が守られているかどうかということで考えますとです、ね、先ほどあの話をさせていただいた中にも、若干、説明の中で話をしておりますけれども、予算が少なくなっているということは、拡充が図られてないと。 言うべきであるというふうふに私は思っておりますいろいろな問題があると思いますけれども、実際にですね、船員を養成していく中では、ですね先ほど、校長先生のからもちょっと話がありましたけれども、実際にはですね、学校で教育をして、それにはですね、たくさんの資金が必要になります。教育するには、箱物である学校が必要ですし、 教育される先生方が必要ですし、その生徒は授業料を払いますけれども、それがすべてではございません。そうしますと、どうしても授業を運営するにあたって予算が必要になります。定員数を増やそうとすれば、間違いなくその予算が増えなければ無理です。定員を増やしていこうと。 いう数字を掲げておいて、予算が減っていったら、何によってそれを拡充していくんだということになります。それを考えると、定員数が若干増えてはきておりますけれども、もともとで500人という形で、機構では定員数を明記しておりますけれども、その定員にはなっておりません。これ以降、その定員数を増やそうとすればですね、 どうしてもそれに関わる予算を上げていかなければ、定員数を増やせるわけがございません、それであれば、確実に拡充していっていただけければいけませんので、今の状況では拡充されていないというふうに言わざるを得ないのではないかなというふうに思います。 小沼拓実君、はい、率直なご意見ありがとうございましたごもっともだと思いますその上で時間が限られてございますが、えー、最後に高政参考人に一問だけお伺いしたいと思います今の、えー、話がございました実際定員や予算の関係等も不足しているのではないかというような話でございましたが実際現場で考えられているところからすると今のようなご意見というのはその通りだなと思われるのかいやこうなんじゃないかと思われるのか現場の感覚としてはどのような感想をお持ちになり ありましたでしょうか？高松さん。参考人。あ、大村先生どうもありがとうございます。えっと商船高専はですね。幸い、あの文科省の方からあの十分なあのサポートをいただいておりますし、それからえっと先ほど、えー、ありました。ですね。階級候補さんとの連携もあの、えー、しっかりやられています。ただし、やはり海級候補さんはあの船舶の実習をですね。まあ、1.2になっている期間でございますので。 まあ、そちらの方の予算が削減されているということはですね。まあ、基本的に、私どもは小船高専、それから小船大学のあの船員要請に響いているということは、あの否めないと思います。以上です。ありがとうございました。ご苦労様でした。